さあさあ、長文の問題行ってみたいと思います。本日の東京電機大学の全体像ですが、会話長文行ってみたいと思います。で、設問形式は空小15問でございますが、ヒントはですね、言い換えでございます。これ皆さんちょっと意識しながら行ってみましょう。さあ皆さん、設問の指示はこれでございます。さあ皆さん、くらいでございます。選択肢8個ありますが、お願いいたします。で、皆さん、ヒントはボースカントリーズですよね。ですから正解は6番ですよね。フランスとジャーマニーがあるからボースカントリーズにつながっていくんですね。さあ皆さん、続いてクーラン B をお願いいたします。で、皆さん、ヒントはクーラン B の左側かと思いますが、これですね、観光がしたい、もしくは文化的な休暇を取りたいんですね。ですから正解は1番ですよね。皆さん、ミュージアムとかヒストリックビルディングスがカルチュアルとつながってきますね。続いて皆さん、空欄 C でございます。で、皆さん、空欄の次の文章にフィッチシティーズという話がありますね。ですから正解は4番ですよね。フランス、ジャーマニー、イタリーを受けてどの都市を訪れるのかということで問題ないと思います。で、皆さん、続いて空欄でお願いいたします。で、皆さん、空詞の右側見ていただきますと discuss it でございますので、何か議論する話があるはずですよね。そして皆さん、代理店の方がブロシュアということでパンフレットを持ってきてますね。で、皆さん、パンフレットに載ってるものと言われたら、もちろん正解は7番ですよね。 More information ということでよろしいかと思います。もちろんパンフレットにはさらなる情報が載ってますよね。さあ皆さん、最後よろしくお願いいたします。で、皆さん、もちろんお客様が戻ってきますと言ってるわけですから、代理店の方はもちろん正解は2番ですよね。その戻ってきた時に会えることを楽しみに待ってますということでよろしいかと思います。さあさあ、お疲れ様でございました。東京電機大学の会話長文行ってみましたが、皆さん、空所の前後のヒントですね、ここと、で、皆さん、選択肢見比べていただいて、結局は皆さん、これですよね、言い換え可能なものを見つけ出す、そういう感じでやってきました。ですから、ボースカントリーズ2つの国というところで、フランス&ジャーマニー、そして B はそうですね、カルチュラル、文化的なっていうところから、皆さん、美術館とか歴史的に重要な点々点という話ですね。で、これもそうですね、フィッチシティーズということで、シティの話がこうあるというところです。ですから、会話長文だけではないんですけども、あらゆる設問に関しては、やっぱりその空所の前後のヒントと、そして選択肢を見比べて、ニアリーイコール、言い換え可能なものを探すと。いうことが皆さん非常に重要なポイントとなってきますので、ですからこのヤラッチのスタディでも今後はですね、そのあたりを意識しながら配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。